おはようございます。現在東京駅4時3分になったところでございます。お疲れ様です。今日何やりたいかと言いますと、ついに東京湾一周ワン一をやろうと思います。総距離約200キロ、長旅になると思いますが、最後まで走り抜きたいと思います。自分が調べた限りではクロスバイク、特にカゴ付きクロスバイクで走ってる人は YouTube 上では見かけなかったので、これが史上初かなと思っております。天気、体調ともに万全な状態で迎えることができたので、ここまで来たらもう成功させたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。それではスタートしました。4時12分くらい、まずはですね、横浜方面向かっていきたいと思います。もう一回信号です。南に進みます。銀座を走っておりますが、土早朝というよりも深夜ですね。今こんなに人が少ないのも珍しいのではないでしょうか。13km 道なりです。来たな、 13km 道なり。横浜に目指すならそうなるんですよね。よし、でございます。渡ります。神奈川大橋、はい、神奈川県川崎市入りましたと。あー、もう信号多い。くそ、第二京浜やだな。本当に多いわ信号が。時間かかってるね、やっぱり。信号多すぎるぜ。さあ、時間は6時になりました。まもなく横浜駅ですが、思ったよりちょっと時間がかかってますね。第二京浜かなり赤信号で止められたんで、まあ難しいですね。急ぎ目で行きます。というわけでね、横浜駅までやってまいりました。まだまだ旅は前半で、まあとりあえずここまで来れたっていうのは嬉しいですね。全体としてはまだ6分の1ぐらいかな。それでは続いてですね、横須賀方面向かっていきたいと思います。めちゃくちゃ明るくなってきたな。横浜から少し進んで桜木町ですね。誰もいね。人間が起き出す。眩しい。現在7時13分。夜明けだ。夜明けだ。現在時刻は7時19分。金沢八景駅ですね。電車せっかくなんで見てみましょう。来るか。おお、来ます。海綺麗なんで見ときますか。おお、よくねこれ。あれちなみに琵琶島神社っていうらしいです。あそこに見えるやつ。近くまでは面倒なんて寄りません。よし、行くか。あー、50行ってる。
知らず知らずのうちに50キロ突破してました。全体の約4分の1ですね、まだ。お、横須賀市入ります。来たね、横須賀。新門司港まで行きました。そちらの動画カードに貼っておきますので、ぜひご覧ください。それじゃあ行きます。おー、景色めっちゃいいぞ。これヤシの木が立ち並んで、しばらくここの横須賀海岸通りをまっすぐですね。横須賀美術館か。右手前方向です。続いて左方向です。さあ、横須賀美術館だからといって何をするわけでもありません。引き続き進んでいきましょう。さあ、観音崎公園です。ここちょっと歩かないといけなくて、まあいいでしょう。観音崎灯台来たんですけど、こっからちょっと歩いていかないといけないみたいで、ちょっとそれ難しいんでやめます。すいません。ちょっとこのまままっすぐ進んで、何か良さそうなものがあれば撮ることにします。ちょっと今日は諦めます。というわけで道出てきました。結局なんか歩いて渡れるとこでなんか良さそうなものはなかったんで、ちょっと諦めました。で、向こう側ですね、順路で沿っていくと展望園地ってやつがあるらしいんで、ちょっとそれだけ見たいと思います。はい、こちらですね。多分見えるかな。よいしょ。はい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 、まあ見渡せるって感じね。はい、こんな感じでした。いいんじゃないですか。眩しい。それじゃあもうね、次は栗浜港行ってフェリー乗ろうと思います。現在時刻は9時7分。果たして乗れるのでしょうか。あれあれあれね、これこれ、金井フェリー。よし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 。いけるかこれ。栗浜ふ頭フェリー乗り場、はい、左回ります。えい、まだ大丈夫かなこれ。え、ちょっと待って、いけるこれ。とりあえず着いたんで、ちょっと切符、帰り替えてみます。取り急ぎ、行けました。よかった、ありがとうございました。はい、すいません。ちょっとここで待っててください。はい、時間見えますかね。9時12分、9時25分のやつに間に合いました。よかったです。ストラバもこのタイミングで止めました。今のところ76キロですね。フェリー楽しみだな。あー、疲れた。大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ごめんなさい。
定通りに金谷港到着しました。来たぜ来たぜ金谷港、千葉まで来ちゃいましたね。はい、金谷港着きましたね。はい、ストラバ再開。というわけでストラバの記録も再開させまして、次目指すのが富津岬です。左方向です。はい、またここからね結構遠いんですけど、まあ、せっかくなら行っきゃないでしょうということで目指していきたいと思います。いやー、こっからやぞ、しんどいの。多分思ったよね、フェリーが楽しすぎて休んでないから。ちなみに今時間は10時19分。左手には東京湾めっちゃ広がってますよ。すごい綺麗です。おお。こちら長浜を左。左方向です。結構田舎道っぽい気がする。 1.5 キロ道なりです。こんな感じなんだろう。見てください、想像より田舎道。待ってる、こっち先。ですね、今 Google マップではこっちおすすめとあるんですよね。どうしようかな、ちょっと行ってみますか、せっかくなんで。まあ、人生何事も経験ということで。いや、行けるかこれ。よーし、現在時刻は11時26分。順調に行くと12時ぐらいに富津岬ですね。いやー、頑張ろう。あ、でも道自体はちゃんと整備されてました。よかったです。おー、こんな道を通るの。え、これすごい、チェヘ線見えます。これ動画で撮れてるかな、撮れてることになってるんですけど。うわー、すごいわ。おー、やばいやばい。あー、すごい。右OK。よし、上がってみようかな。時間は今12時1分。結構予定通りは来れました。いやー、めちゃくちゃすごいじゃんここ。さあ、まもなく頂上、頂上っていうのか。すごすぎる、すごい。え、てかめっちゃ揺れてる。こんな揺れるんや。いや、よかった、これで。皆さんもこの動画を目に焼き付けてください。いやー、めちゃくちゃ満足しましたね。ワンインチって結構ホームページによってコースがバラバラなんで、どういうルート選択でも、まあ、ありっちゃありなんですけど、結構今回富津岬コースは余計な距離走るっちゃ走るんで、選ばないという選択肢もあったんですけど、結果選んでよかったですね。いやー、
ゴールだな気分は。まだ半分全然残ってるんで、ちょっと気を引き締め直して頑張ります。富津岬を抜けて工業地帯へ向かいます。千葉駅方面ですね。休憩しましたが、やっぱケツめちゃくちゃ痛くなってきました。分かっていたことですから仕方ないですが、頑張りましょう。木更津って感じがするな、すごい。めちゃくちゃ船が海に止まってますね。木更津。これ向こう側に行くとアウトレットですね。今日はちょっと酔いません。なんでこんな道を走らないといけないんだよ。走りにくいよ。最悪すぎる。嘘。Google マップでここ上がってこうやろに。もう。マジかよ。どうすんだよこれ。ああ最悪だ。マジ最悪。ここに来てこれ。戻るか。いやーマジかよ。130キロ超えてこれきちいなー。マジで心折れるぜ。これ迂回ルートとして信じていいやな。もうなんでこうなんだよ。くそ悔しすぎるぜ。ですね、状況を説明すると、あの後結構迂回ルートを探したんですけど全部行けなくて30分ぐらいタイムロス、かつ多分5キロくらい無駄にしました。あーマジで、あーしゃあないですね。もうこっちは遠回りで、たまたま通りがかったんで撮ってます。あれあれですね、あのカリフォルニアっぽい景色が撮れるんですけど、あまりに路上駐車が多いからああやって貼られてるヤシの木っていうやつでした。じゃ引き続き進みます。左方向です。再び来ましたね。 4km 道なりです。俗に言う湾岸道路ゾーン、工業地帯です。いやーまたまっすぐなんだけど風景が変わらないからそれはそれできついという。これが浦港入り口。
ディズニーのサインモニュメントですね。あそこの前で、まあ、自転車の写真をね撮れたらなと思っております。大体ここから30キロくらいか、もっとかな、40キロくらいあるんで、まあ気を引き締めて終わりましょう。千葉市入るぜ、九十八橋蘇我駅あたりを走ってますが、ちょっともう車も多くなってきましたね。土曜日の今4時23分なんで、いやーまあまあ気をつけましょう。はい、これは次の角を右に曲がると千葉駅で、まっすぐ行くと千葉港駅です。角じゃねえ、交差点だわ。もうちょっと頭おかしくなってる。ダメだこりゃ。右方向です。いやマックですですです。今んとこでもやっぱ道路が整備されてるんで結構走りやすくはあるんで、それだけ助かってますね。マジで国道沿いにあることと同じみびっくりドンキー、さりげなく今日初めてじゃないかな。ちょっと時間あればやりたかったけどな、まあ、今回はやらないと。右方向です。ちょっとルート選択ミスったな。一応ここ自転車も通れる歩道です。およそ400メートル先、右手前方向です。いやこういうルート通りたくなかったんやけどな。ちょっと歩道橋を伝えます。これで向こう側、左側の通路行ければだいぶ短縮できる、かつ歩道のごちゃごちゃじゃなくなるはず。もういい。はいはい、こっちね、こっちっすね。はい、でここ、この道を行きます。この道を、でここから降りまして、南西に進みます。続いて左方向です。さあ行くぞ。あーガチで真っ暗だよ、気をつけないとな。いやー真っ暗だな。一応ヘッドライトもテールライトもつけてるんですけど、気づけば船橋に入っていて、右手に見えるのがららぽーとですね。映ってるかな、ちゃんと。綺麗やないかい。今5時半なんですけど、めちゃくちゃ暗いっすよ、マジで。さすがもう秋だね。だから何言ったんだ。よし、市川市じゃ。入った。いやー入った。いやでももう終わりや。長かったな今日。はい、そうですね、あの橋を渡ります。見えるか、もう暗くなったな一気に。はい、左方向です。見えてきました、東京ディズニーリゾート。海水の匂いがしてきた。これは舞浜も近い。感動えぐ。あっちがホテルで、右側が葛西臨海水族園の観覧車かな。さあ間もなく見えてくるぞ。あー本当に終わりだ、もうちょいで。見えました。来ました。あれ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 。左方向。見えたぜ。続いて右方向です。あれ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 。よっしゃ。来た。来た来た来た。いやー来たかったんだよ。やりました。とりあえずちょっと自転車と一緒に撮ろうかな。こんな感じかな。全体映すとこうですね。いやー
14時間かかったな、6時半やから。よし、マジで最後、もうあとは東京駅向かうだけなんで、頑張りますか。ゴールしよう。もう思い残すことはないので、東京駅の浅いた場所を向かいたいと思います。ちょっと待たせてもらって、あ、おめでたおめでた、知らぬ間に葛西に入ってたんで、もう東京ですね。いや、もう気づかなかった、やばい、いや限界だ。さあ、ラスト5キロ切っております。東京駅までもう間もなく、永代橋でございます。いや綺麗だね。いや最後飾るのにふさわしいよ。いよいよ終わってしまう。ああ茅場町じゃん、もう終わりじゃんマジで。さあ大手町日本橋方面進んでいきます。終わってしまう。朝走った時には見られなかったイルミネーションがマジでめちゃくちゃ綺麗です。東京駅自体には着きました。あとは丸の内口を目指すだけ。ラスト、あー来た来た、うわ来たぜ、着いたね。朝0人だったんで、もう倍にはできないぐらい人いますね。よし、ここだ、着いた。というわけでゴールしました。やったぜ、やりましたね、嬉しすぎる。それじゃあ総括しますか。東京駅バックにするとこんな感じ。いやマジで嬉しいな。毎回言ってるんですけど、事故なく走り終えたのが本当に良かったです。それではね、いつもの通りストラバ見ましょう。距離 209.01km、 思った以上に走ったな。想定だと200キロぐらいかなと思ったんですけど、やっぱ富津岬行ったのと、途中まあ道に迷ったっていうのが距離が伸びた原因かなと思います。富津岬はでも本当良かったです。皆さんもぜひ行ってください。で、移動時間が10時間52分19秒、平均速度 19.2km/h、 獲得標高 808m、 平均パワー70カロリー3049と。で、詳しい分析を見ると、最高速度 58.4km/h、経過時間15時間36分37秒。かかりすぎだろ。朝4時13分に出て、今7時52分なんで、どんだけかかるんだよマジで。これはマジで YouTube 史上初だと思うんで、皆さんもこれだけは高評価してください。お願いします。そんなところで、まあ、エンディング長すぎてもあれなんで、ここら辺で締めましょうか。いやー本当に良かったです。はい。最後に全サイクリストに送ります。大事なのは機材じゃなくてここ。終わります。ありがとうございました。